ジョーダン・アーチャーは、イングランド・ロンドン出身の、スコットランド代表プロサッカー選手。ポジションは GK。クイーンズ・パーク・レンジャーズ FC 所属。チャールトン・アスレティック FC のユースチームでプレーを始め、2009年に、トッテナム・ホット・スパー FC の下部組織に移籍。2011年7月、クラブと最初のプロ契約を結んだ。しかし出番は、全くなく、 海リーグのクラブへのレンタル移籍を繰り返した。2015年6月10日、契約満了により、トッテナムを退団。トップチームで試合に出場することは、ついになかった。2015年6月23日、以前レンタルで在籍していた、ミルウォール FC と2年契約を結んだ。2018から19シーズン終了後、ミルウォール FC を退団。2019年12月6日、 エフルリーグ1のオックスフォードユナイテッド FC に短期契約で加入。2020年1月16日、フラム FC に短期契約で加入。シーズン終了後、フラム FC を退団。その後は、AFC ボーマスのトレーニングに参加したが、契約には至らなかった。2020年10月28日、2021年1月までの短期契約で、 マザーウェル FC に加入。2021年1月5日、ミドルズブラ FC に加入。7月7日、クイーンズパークレンジャーズ FC に加入。自身はロンドンで生まれ育ったが、母親がスコットランド人のためスコットランド代表を選択した。2017年8月21日、A 代表初招集。2018年5月29日、 ペルー代表との親善試合で A 代表デビューを果たした。ありがとうございます。